これはいいね。ちょっとふっくらに、これは焦がしていく構えですね。ガチシャンク。皆さんこんにちは。ポップカマイゴルフではトーナメントプロならではのメンタルを取り入れたラウンド動画、レッスン動画を中心に様々な動画をアップしてまいりますので、よろしければ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。それでは今回も始めましょう。ちょっとおもろすぎます。さあ続く4番ホールパー4です。493ヤードパー4。長い。これはええな。飛んでますね。いやー、さっきこのホールデシャンコが2アイアンでこの辺ぐらい来てましたね。337ヤードを記録しました。ナイスドライブ。いやいいよ、今の良かった。めっちゃ芯当たったね。ちょうど風も読めて。もーちゃんどの辺ならちょっと左な、うん、俺今ちょっと左な。さあボン選手、先ほどのトリプルボギー切れるかどうか。これは少し左目飛んでる。ラフから出ろ。おお、ボットバンカーを下げました。ナイスショーです。ただし飛んでません。デシャンボーのピッチングです。さあ、ボン選手のセカンドショット254ヤード。250。やっぱ左に打つとね、距離が残っちゃうんだよね。遠回りになっちゃうから。そうだよ、左向いてる、向いてたもんな。これ丸山さん、これ風はどうなってますか。これかなり強いですね。これ、多分ボン選手の背後から真正面11メーターほどの風が吹いているはずです。ボン選手ここは2番ユーティーを抜いてますね。そうですね、ボン選手2番ユーティーだと思います。ボン選手2番ユーティーで230ぐらいなんで、風に乗ってちょうどかと考えていると思います。これはどうですか丸山選手。丸山さん、これはちょっとミスショットが出ちゃいましたね。少しダフっていたように見えます。あ、でも決めポーズをしているところまあミスショットですね多分ね。ボン選手といえば、まあミスショットをしても決めポーズを取るというのが有名な。紛らわしいですね非常に。いやー、刺身選手いい位置に持ってきましたよ。ここで一つ、はい、いいショット打ってバーディー欲しいですね。ただこの今日のフォローで、左手前のポットバンカー非常に嫌な位置に今日の風だと感じますよね。これはもうピンの右でいいんで、ピッチングで120ぐらいから多分この風だとちょうどいいんで120ぐらいをします。いいよ、硬いよ、グリーン硬いよ、どうせ。あ、やばい、そっちだな、落ちちゃう、耐えろ。あー、耐えた耐えた。グキギキギ。とりあえずね、グリーンをキャッチすることが大切なんで、刺身のマネジメントが生きます。さあ、ボン選手、これは残り38ヤード。これはポットバンカー越えてかなり難しいアプローチ。ただしこれギリギリフェアウェイにかじりついてるというのは、不幸中の幸いといったところでしょうか。さあ丸山選手どうですか。モン選手の様子は、そうですね、フェースをかなり開いていますね。本当にフェースが真上を向く感じで持ってますね。ここではでもバンカー越えの相当硬いグリーンなんで、これくらいは必要かと思います。しかもフォローです。これはバンスが跳ねたんじゃないでしょうか。そうですね、今ちょっとミスショットですね。これバンスが跳ねて
ハーフトップみたいな感じになりました。また決めポーズをしてるということはミスってるということでしょうね。スポンチャやばいよこれ。これ入れパーやで。アゲンスト19ヤード。ボン選手アプローチップスを患っていますからね。ちょっとフックライン、これは転がしてくる構えですね。さてインドアのこれガチシャンクガチシャンクしてると初めて見たわ。トラックマンも見逃さずシャンク出た。なんで見逃してくれんの。当たり前やん。もう精密すぎるよ。精密すぎたな今の。バリおもろい。シャンクを見逃さないトラックマン。さすがやな。トラックマン怖。正確やねトラックマン。さあスライスライン、これ最後登ってんな。来たよ。うまい。え？マジかよ。わーっと刺身選手ここでミスパッと。いやーマジか。ボンちゃんのシャンクにちょっと気を取られすぎた。さあボン選手この状況です。シャンクを見逃さないトラックマン。これサムネです。シャンクを見逃さない。サムネです。フックラインランニングアプローチか。ちょっと浮かせるのか。おーっとこれはふんわり浮かしてきた。しかしちょっと左に飛んでますね。ナイスアプローチ。これは距離ピタです。電源はあれやこれ登ってんだ。入った。早い。えぐえぐえぐ。ストップ。早い。刺身選手パターン。このパターンバリモズ。パターンむずいよな。こんなことスライス。あスライス。絶対オーバーしたらもう一回戦うの。やばい。やばい。お前もうじゃあそれ正解ましょう。これちょっと無理です。おもろすぎる。刺身マンパンチ。もうほんまにやめてよ。はい、ということで、はい、今のはね、オート機能を使いまして、はい、またもうオート機能にします。ありがとうございます。はい。オート使ったら、この人だったら多分これでワンパットでいけるなって人だったらワンパットで終わるし、はいはい、長いから2パットか3パットかかるかってなったら2パット3パットで終わるんで、はいはい、僕は今のダブルボギーで4パットで、はい、ダブルボギーでした。ボンちゃんに関してはトリプルボギーでした。ここはね、パー5なんですよね。ただ、焦がしすぎるとあれなんで、僕はスピンが出てきた。いや、まっすぐ打ちます。これはいいね。せっ。お、風せっ。ちゃうよね。せっ。せっ。いや、惜しかった。さあ、本選手。ナーグッショ。いや。同じとこやな。よっしゃ。ナイスフェアウェイ。いいデータですね。さあ、残り249ヤード。ピンはかなり手前ですね、これ。ここはバーディーチャンスです。20。さあ、これはいいショットだ。どうだ？どうだ？肩移動した方よ。どう来て。おお、ナイスオン。はいや。はいや。こっちやな。コンクリートやでこれ。まだ止まりません。
それは飛んでるってなるわな。今日激ピンにしろって支配人に言っちゃったのが間違いですね。279飛びますよ。さあ232ヤード、ラフ。あ、89% パー、76% スピン。これはやばいぞ。よかったですね。このラフに入るともうなかなか厄介ですからね。三遊で。はい。そか。フォローがあるか。三遊で抑えます。カット。はい。うわ、どれ、うわ。あ、よく見る光景。このホールはこれがあるんです。青木選手、これはどうですか。211ヤード。青木さん、この状況ちょっとどうですか。いやー、すごい砲台になってるよね、手前に。でももうあそこ狙うしかなかったよね。ほんまにこんなんか。クレームけえへんか。いろいろと大丈夫か。大丈夫。さあ、21ヤード。刺身選手、この日のためにウェッジを変えてきたみたいですよ。いや、そうですね、スピン効かしたいですよね。お、いや、どちらでもいいと思いますよ。グリーンに直接乗せたらカッチカチやもんな。うん。いや、でもいいか。これ上がらんかったらまたテレビでよく見る光景だろ。何回も見てきたからな、俺は。うん、いや、とりあえずこれが大事。おお、止まって。ワンスピン。ナイス。あざっす。いや、とりあえずこれが大事。さあ、終わりました。お、ボンちゃんバーディー、ナイスバーディー。うーす。ボンちゃん、ほんま、2パットでいけるか。うん、余裕。4パットしてるじゃん。さあ、このホールは。あ、でもボンちゃん、6オーバーまで戻しましたね。今のバーディー効いてくると思うよ。今のカットが3オーバーみたいですよ。これはいけるな。さあ、左から。8時ぐらいから10メーターぐらいの風が吹いてます。さあ、ボン選手。これはいいショットだ。海を背景に。ナイスショット。ナイスショー。すばら。276ヤード。ドライバーで左から。まあまあまあ、おー、いいよ、完璧やん。そう、あざっす。うん、いいね。あ、ちゃんとコントロールできてるわ。ヘッドスピード工事、これおもろいな。ずっとできるわ俺。128、左8時ぐらいからのフォローを9m、フェアウェイど真ん中51度。おー、ちゃんとその辺にクラブを置いてるところもちょっとリアルラウンドっぽいな。グリーン周りは特に罠がありません。何や今の。あれ何今の。左出すぎたんかな。左出すぎたやな。さあ、僕は残り100ヤード。風が強くなってます。なんか俺の時は風強い。さあ、60度でいきます。いや、前衛仕様にウェッジ変えてきたのに、しっかりこういう場面で右膝の癖がすごいですね。おー、ナイス。寄っていた、寄っていた。声援に応えています。ナイスパー。ボンちゃんはこれは、でもあのピン止めんの至難の技やな。だから段登ってすぐやな。俺のようやったやな、あれ、うん、完璧やったやな。さあ、これはボン選手どういう感じでいくのか、ちょっと
とハンドレードですね。止めに来るのか。とこれはちょっとミスですね。牧選手これどう思います？いや止めたかったんだろうな気持ちわかるんだけど、こういう時はやっぱり言っとかないとダメだよね。サボン選手ミスった後もう一度アプローチになります。これまた止めに来るのか。と大きくゆっくり振ってくるスイング、これはうまいね。一発目であれをやっときたかったよね。これは入るの？俺アップより絶対入るの。さあしゃさあどうだボン選手ダブルボギー、そして刺身も外しましたあれ外すんやあれは入れたかったなあれより寄せなバーディーならんってことか。辛いな。辛すぎるやろ。してこれドラッグマンにラッキーはありません動画のご視聴ありがとうございました。高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。